ポンポンヌ公爵シモがあるのシモもがあるのード・ポンポンヌ公爵はフランス王国の外交官、政治家、貴族、国王ルイ14世の下で外務担当国務卿を務めた。1618年、パリにロベール・アルノー、カトリーヌル・フェブレドラ・ボドリー夫妻の間に生まれる。父はオルレアン・コーガストンの下で地方総督をリシュリューの下で軍政監察官を務めた人物である。 聖火のアルノー家は、ジャンセニストとして知られた家系である。ポンポンヌは誕生した際、シモン・アルノー・ド・ブリオット、1643年から、シモン・アルノー・ダンディリを名乗り、1660年に、シモン・アルノー・ド・ポンポンヌ公爵となった。マルチン・バルコについて、学問を収めた後、社交会に出、ランヴィエ夫人のサロンに出入りするようになる。この頃、 ジュリーの花飾りをテーマに何編か詩を書いている。また、セビニエ夫人やラファイエット夫人、ラ・ロシフコーラ当時の文人と信仰を持った。1642年、ポルトガルのカサールに派遣されたフランス軍の軍政観察官として赴任する。その後、フロンドの乱が起こった時期に、ジュール・マザランとミシェル・ルテリエによって、イタリアとスペインのカタロニアに軍政観察官として派遣された。 1655年から外交官として活動を開始、北イタリアのマントバ港と交渉し条約を締結、顕著な功績を挙げた。しかしジャンセニストの勢力が拡大し、父はポール・ロワイアル修道院に引退したが、おじのアントワーヌ・アルノーがジャンセニスト指導者の一人となった。このことは、1658年にポンポンヌが、ルイ14世の弟のオルレアンコー・フィリップ一世の 側近に登用されようとしたとき、マザランによって拒否されたことにつながった。さらに悪いことに、ルイ14世の忌避にあい、大倉教を解任されたニコラ風家と友人であり、風家のいとこと結婚していたため、ポンポンヌは1662年から1664年まで、ベルダンに逃亡し、1664年から1665年には、ポンポンヌの所領に筆則を余儀なくされた。 1655年に直居を得て、パリに帰還した後、ミシェルルテリエ、ルペルティエ、ユーグドリオンルラ友人たちが駐在スウェーデン大使に、ポンポンヌを推盤、外交に復帰した。ポンポンヌの任務は、スウェーデンとイングランド・オランダ両国が同盟を結ぶことを防ぐことにあったが、これは、エーランズイ三国が三国同盟条約を締結し、失敗した。 1668年に中蘭大使に就任、1671年に中髄大使に再任される。この時ポンポンヌはフランススウェーデン同盟の締結という新たな難しい任務を帯びていた。ポンポンヌの尽力により、普通髄同盟は成立、オランダは孤立し、ルイ14世はオランダ侵略戦争に着手した。1671年9月、友人であり、 外務担当国務卿のユーグドリオンヌが死ぬと公認の外務卿に就任し1679年まで務めた。ポンポンヌの外交術は一流の外交官のそれと評価される。共にルイ14世に仕えた陸軍担当国務卿ルーボワ公がしばしば攻撃的で軍事力に訴える姿勢を取りがちであったのに対してポンポンヌは 外交交渉による解決を第一に考えた。オランダ侵略戦争の講和条約として、1678年の内面編の和訳の締結に成功し、フランスはフランシュコンテなどを獲得した。しかし、フランスの栄光を求め、さらなる侵略戦争に共本するルイ14世とは路線において対立することとなり、1679年11月18日に、 外相を解任された。外相は解任されたもののポンポンヌは、ルイ14世の覚えめでたい提心であり続けた。1682年に公爵に除され、息子たちは、連隊長や修道院長となった者がいる。また、ルイ14世は1691年にリューボワの死後、ポンポンヌを最高国務会議の一員に復帰させている。ポンポンヌの娘と結婚したジャンバティスト・コルベールド、 トルシー公爵を通じて1690年代までフランスの外交界における元老として一定の影響力を保持した。1699年、フォンテーヌブローで死去した。ありがとうございます。